思ってテラスで、あ、この夏やりたいってすごく思いました。町中華のラーメンとかチャーハンが少し気になってて。そうですね。でもあのビールを持ってテラスで飲むっていうシチュエーションが本当に、はあ、この夏やりたいってすごく思いました。あの最初ビール出していただいた時にノンアルコールですって聞いたので、私グビ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 言っちゃったんですけど、後でアルコールが入ってたみたいであれ、ノンアルコールっていう割にはビールの味がするなと思って飲んでたんですけど、本物のビールでした。東京カレンダー私も大好きでよく読んでいますし、あとは大人の方々が楽しく夜を過ごしている、そういうイメージの雑誌ですね。幅広くレストランの情報が載っているので、そのリーズナブルなところも載ってるし、あとはすごくリッチでなかなか行けないようなレストランの取材も多いので、そういうところを参考に私も雑誌を読みながら楽しんでいます。もう口コミと、あとは私検索するのが好きなので、場所の地名を入れて、あとはカテゴリー焼肉とか焼き鳥とか中華とかそういうのを入れて、それで情報収集をしています。へー、焼肉かな。あと最近ラーメン調べてます。あの最近気になってるのが町中華のラーメンとかチャーハンが少し気になってて、そういうのを調べてます。そういう商店街の昔ながらの中華や料理屋さんとかを調べて、美味しそうって思って写真とか見てます。まだ実行には移せてないんですけど、コロナが終わったらそういうところに出かけられたらいいなと思ってます。私20代前半の時に大学に通いながらモデルの雑誌のモデルをしていた時に、その中間店にあったのが洋食屋さんのパスタ屋さんだったんですね。なのでそこでランチをしてから撮影に向かったり、あと撮影スタジオもそのレストランから近かったので、撮影ランチがそのパスタ屋さんとかいうこともあって、そこのパスタ屋さんが思い出のレストランです。名前が多分神保町にある、何だったかな、レモンかなんかだった気がするんですけど、そういうお店だった気がします。何をし、私はもうトマト系のパスタが好きなのでそればっかり頼んでたんですけど、珍しいパスタもいっぱいあったんですが、ちょっと今思い出せませんいやでも割と漠然で楽しく過ごしていたいっていうそういった感じです